はい、こんにちは、今日はインスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問いただいてます。ご質問は、ミキア先生はナチュラルだと思うのですが、テストステロンレベルを上げるためにやっていることとかありますかというご質問です。まあ、そうですね、いろいろやってますよ。はい、でテストステロンのことを、ね、よく知らない人もいると思うので簡単に説明させていただきますと、テストステロンというのは男性ホルモンの一種なんですね。で男性の場合は精巣から分泌されていて、まあ、女性もですね、ある程度分泌されているんですけど、まあ、主にその男性の体の中で男性ホルモン、テストステロンが分泌されていて、まあ、それが重要ですよという話なんですけれど、まあ、テストステロンって大体ね、男性の場合20歳ぐらいがピークで一番出てて、そこから加齢とともに下がっていくんですね。でテストステロンでどういう作用があるかっていうと、まあ、まず一つは筋肉量を維持する、筋肉量を増やすっていう作用があります。テストステロンがたくさん分泌している人の方が筋肉がしっかり発達していることが多くて、でテストステロンの分泌が下がってくると筋肉が痩せ細っていくっていうことがあります。あとはテストステロンがしっかり分泌されているとやる気が出たりとか活力が湧いてきたりとか、あと自信がついたりとかして、一般的にねテストステロンが出ている人の方が仕事ができる人が多いです。ただ一部の人はテストステロンが出ることによって性格が攻撃的になって逆に仕事がうまくいかないっていうこともあるんだけど、まあ、一般的にテストステロンが出てる方が元気が出て、スタミナもついてしっかりバリバリ仕事やれるっていうことが多いです。野心が湧いてきますんでね、テストステロン、男らしさを出すためのホルモンですので、まあ、俗にねモテフェロモンみたいなことを言われますね。テストステロンが出てる人の方が男としての魅力があって女性が寄ってくるとか女性からもモテるって一般的に言われています。まあ、肉食系の人がいっぱいテストステロンが出てるっていうことが多いですね。あとテストステロンが出てる方が、性欲が湧いてきます。でテストステロンが下がってくると性欲がねだんだんなくなってくるんですね。あとはテストステロンは認知機能をしっかりと維持するっていう作用がありますので、テストステロンが下がってくると認知機能が下がってしまうということがあります。ということでテストステロンってね男性にとっていい作用がすごく多いので、まあ年取っていってテストステロンが下がってくると、まあ、どうにかそれをねしっかり維持してテストステロンレベルを上げようって、まあ、頑張ってる人は頑張ってるわけであって、まあ、僕も一応頑張ってるわけですね。でじゃあ具体的にどういうことをやってるかっていうと、まあ、いろいろあるんですけれど、じゃあ僕がねいかにそのテストステロンレベルを上げようとね普段頑張ってることをね順番に説明して話していこうと思うんですけど、まず一つは筋トレですね。筋トレをするとテストステロンレベルが上がります。で、まあ、実験データによると筋トレをねしっかりやって、そうするとだいたい15分から30分後ぐらいテストステロンレベルが上がるっていうデータがあります。で特にその比較的激しい筋トレをやった時の方がテストステロンレベルが上がります。まあ、例えば足の筋トレとか、あるいはコンパウンド系の、種目、まあ、ベンチプレスとかスクワットとかデッドリフトとか、まあ、たくさんの筋肉を一度に、しっかり使って運動量が多い、筋トレの方がテストステロンレベルが上がるって言われています。はい、で、まあ、筋トレして15分から30分ぐらいでテストステロンレベル上がるんですけれど、それ長期的に見てもテストステロンのレベルが上がるっていうデータがあります。普段から筋トレやってると、テストステロンの基礎分泌量が上がるっていうデータもありますので、まあ、一時的にも上がるし長期的にも上がるということです。ただし筋トレもやりすぎてしまうと逆にテストステロンが、ね、下がってしまうっていうことがあるんですね。まあ、一般的に言われているのは90分以上激しい筋トレをすると逆にテストステロンレベルが下がってしまって、そのコルチゾールっていうストレスホルモンが増えてしまうんです。でコルチゾールとテストステロンっていうのはシーソーみたいな関係にあって逆の作用をもたらすんですね。なので筋トレやりすぎてそれが逆にストレスになってストレスホルモンのコルチゾールが上がってしまうと逆にテストステロンが下がってしまって、まあ、筋肉がつきにくくなるっていうこともあります。ただ、まあ、これよく議論になるんですけれど人によってはその90分を超える筋トレ、まあ、2時間3時間4時間やってもテストステロンレベルがそんなに下がらない人っていうのもいるわけであって、まあ、それはですね
個人差がありますよということなんですけど、まあ、多くの人は90分を超える激しい筋トレをするとテストステロンレベルは下がりますので、まあ、筋トレもやりすぎは注意しましょうということです。あと気をつけているのは体脂肪率を一定に保つということを心がけています。で体脂肪率っていうのはですね、あんまり高すぎるとテストステロン下がってしまうし、低すぎてもテストステロン下がってしまうんですね。まあ、一般的に言われているのはだいたい 8% から 15% ぐらいが最適って言われています。なので僕普段から、まあ、体脂肪率だいたい 10% から 15% の間ぐらいになるように常にコントロールしてます。まあ、ダイエットしたり筋トレしたりとかしています。うん、でこれなんで体脂肪率が上がるとテストステロンが下がるかっていうと、脂肪組織っていうのはですね、アロマターゼっていう酵素を含んでて、そのアロマターゼっていうのはそのテストステロンをエストロゲンに変換させる酵素なんですね。なのであんまり脂肪をつけすぎてしまうとアロマターゼの活性が上がってしまって、テストステロンがせっかく分泌されても女性ホルモンのエストロゲンに変換されてしまうんですね。なので太りすぎは良くなくて、まあ、15% 以下に抑えましょうということです。で逆に体脂肪率が低すぎるのも問題で、まあ、体脂肪率低い状態で保つっていうことは低栄養の状態が続くっていうことになるので、まあ、栄養が足りてない状態になってしまって、でテストステロンレベルが下がるっていうことがあります。であまりにもね、体脂肪率が高い状態が続くと免疫力も下がって、まあ、病気になりやすいということにもなります。まあ、感染症にかかりやすかったりとか、がんになりやすかったりということもあるので、まあ、適切な体脂肪率を保つということが大事ですね。で、まあ、僕はだいたい 10% から 15% ぐらいの間になるようにしてるんだけれど、でどうやって体脂肪率見るかっていうと、まあ、体脂肪の出る体重計とかそういう体組成計ってあるんだけれど、まあ大抵ねああいうものでやってもね正確な値って出てこないんですよね。僕が測ってもある時は23ぐらいだったりとか、ある時は13ぐらいだったりとかして、すごい波があるので、まあ、体調とか何か食べた後とかお風呂出た後とかお風呂入る前とかで全然変わってくるので、あんまり当てにならないです。で本当に体脂肪率を正確に出すんだったら全身の CT を取って、輪切りで取ってそこで脂肪の面積を出して、体積を出してって計算しないといけないんだけど、まあそんなこと普通にね、なかなか手軽にできることじゃないので、まあ腹筋がうっすら割れてるぐらい、まあ力入れて腹筋がうっすら割れてるぐらいがだいたい体脂肪率 15% ぐらいって言われてるので、まあ腹筋が隠れてしまうと 15% 超えてるってことなので、腹筋が隠れたらまあダイエットしましょうって感じですね。まあそんな感じを目安にしてもらえばいいと思います。あとはね、気をつけていることはやっぱり栄養とか食事ですね。まあ、基本的にバランスの取れた食事を心がけることが大事です。結局健康的じゃないとテストステロンって正常に分泌されないので、まあ、健康になるためには、タンパク質、炭水化物、脂肪、ビタミン、ミネラルなどのあらゆる栄養素をね、まんべんなく取るっていうことが大事なんですけれど、その中でも特に大事なのがビタミン D と亜鉛ですね。でビタミン D はですね、天然のテストステロンブースターって言われていて、ビタミン D が足りてないとテストステロン値ってグッと下がるんですね。で大体日本人の8割ぐらいがビタミン D 不足って言われてて、まあ、ビタミン D の推奨量って1日600IU なんですけど、 600IU ね、取れてない人が多いんですね。であるデータによると1日あたり 3000IU のビタミン D を摂取するようになると、摂取する前よりも 25% テストステロン値が上がったっていうデータがありますので、しっかりビタミン D を取ることが大事です。ただしビタミン D もね、取りすぎると体に悪いので、だいたい1日あたり 4000IU ぐらいが上限です。はい、取りすぎは注意しないといけないですね。でビタミン D が含まれている食べ物ってね、いろいろあるんだけれど、まあブリとか鮭とかマグロとかイワシとかサンマとかウナギとか、そういう魚とかイクラとかキクラゲとか卵とか、あとサプリもビタミン D のサプリありますんで、僕なんかはね、その河合肝油ドロップっていう、まあ、ビタミン D がね含まれている肝油ドロップがあるんで、それをね大体1日何個か食べるようにしてますね。
あと大事なのは日光に当たるっていうことが大事です。日光に当たると皮膚でビタミン D が作られるんですね。なので食事ばっかりでビタミン D 取るよりかは日光にも当たった方がいいです。これも個人差あるんだけれど、ある、ね、データによるとビタミン D をしっかり摂取してても日光に全く当たらない、潜水艦の中で暮らしているような人だとビタミン D のレベルが上がらないんだけど、でも日光に当たるとビタミン D のレベルが上がるっていうデータがありますんで、もちろん口から摂取することも大事なんだけど、日光に適度に当たるっていうことが大事で、肌がどれぐらい露出されてるとかどれぐらいの強い紫外線かとかにもよるんだけど、だいたい1日15分ぐらいは日光に当たるように僕は心がけています。あと大事なのは亜鉛ですよね。亜鉛もね、結構日本人不足している人が多くて、亜鉛が不足している人に対してしっかりと補充してあげることによってテストステロン値が2倍になったっていうデータもありますんで、亜鉛はねすごく大事な栄養素です。で、1日あたり 11mg が推奨量なんですけれど、亜鉛も取りすぎは良くなくて、上限は 40mg って言われています。で、亜鉛が含まれている食事は、肉とかレバーとか卵とかうなぎとか海苔とかひじきとかうなぎとかアサリとかもあるんだけど、あとサプリメントもですね、亜鉛のサプリっていろいろ出てますし、マルチビタミンミネラルとかありますんで、僕なんかゴールドジムのマルチビタミンミネラルを飲んでるんですけど、それで結構しっかり亜鉛は補充できます。はい、別にゴールドジムじゃなくてもいいと思うんですけれど、お好きなのね、いいのを選んでいただければいいと思います。あとね、大事なのは脂肪もしっかり摂取するっていうことですね。で、ダイエット中の時なんかは結構脂肪をカットするっていうことをよくやるんだけど、脂肪が足りないとテストステロン値はね下がってしまうんです。なのでダイエットのやり方もいろいろあるんだけど、脂質制限で総カロリーを抑えるダイエットすると、大抵テストステロン値がぐっと下がっちゃって、それによってその筋肉が細くなっちゃったりとか、性欲が全くなくなっちゃったりとかすることもあるので、だいたいね、摂取カロリーの 15% から 20% ぐらいを常に脂質で摂るのがいいと言われてますので、脂質もしっかり摂るように僕はしています。あとは栄養以外だと睡眠ですね。睡眠もテストステロン値を高めるのには大事で、だいたいね、一般的には7時間から9時間ぐらい寝るといいですよって言われてるんだけど、なかなかね9時間とか睡眠時間確保できないし、実際僕もその5時間とかぐらいしか寝れないことあるんですけど、睡眠はしっかりとった方がいいです。あるデータによると、4時間睡眠の人は8時間睡眠のテストステロンがね半分ぐらいだって言われてますんで、8時間寝れたらいいと思いますね。はい、なるべくそのしっかり眠るようにしましょうということです。あとはですね、これも難しいんですけど、ストレスをためないっていうことですね。仕事とかね、人間関係でも何でもストレスをためてしまうと、ストレスホルモンのコルチゾールが分泌されてしまって、でさっきも話したようにコルチゾールとテストステロンっていうのはシーソーのような関係なので、ストレスためてコルチゾールが上がってしまうと、その分テストステロンが下がっちゃいますんで、なるべくストレスためないように、変に考え事をしたりとかね、考えすぎないようにしてストレス発散するようにっていうのを心がけてますけど、なかなかねこれも難しいと思います。以上そんな感じで普段僕テストステロンレベルをね高めようと努力してますんで、よかったら参考にしてください。はい、ご視聴ありがとうございました。